ここは石巻の海のそば、中央っていう場所です。すごく大きな津波と、あとここは火事にも起きた場所だそうです。なので、見ていただいたところなんですが、今回の僕らの目的は、この悲惨な状況を建築的に考えなきゃいけないと思うんですね。なので基礎であり土台であり柱でありっていうような接合部のこととか、いくつか規模になるところがあるんですけど、ここまで本当に大きな力が働くと、もう何も言えないし、何も分析もできない。でもこう部分的に1階がなくて2階だけ残ってるっていう住宅もあるんですね。多分それは構造的なバランスなんですかね。ちょっとやっぱ少し気持ち古い建物なんですね。そんな言っても2、30年ぐらいだと思うんですけど、40年はいけないだろうなっていうような建物の1階がやられています。あとはちょっと状況がわからないので